アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、左右で違うアイメイクをしています。というのも、これからですね、新しく環境が変わるという方もたくさんいらっしゃると思います。新社会人でこれからね、初めてお仕事をするという方もたくさんいらっしゃると思います。そういう時に迷うのがやっぱりメイクですよね。オフィスでどんなメイクをしたらいいのかなと悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。というわけで、今回はですね、1つのパレットで2つのオフィスメイクに挑戦してみました。使ったのがですね、こちらです。ルナソルのね、新しいシリーズのパレットですね。マカロングローアイズ01番です。で、今回どうしてこちらのパレットを選んだかというと、1つのパレットで何パターンもね、作りやすいパレットにしたかったんですよね。あまりこう複雑じゃなくって、考えずに使えるようなパレットで、なおかつ毎日使ってもメイクがマンネリ化しないようなパレットと思って探していました。で、カウンターでも BA さんに相談して、こちらをね、一緒に選びました。で、このパレットのいいところは、こちらを使ってピンクのアイメイクに仕上げることもできますし、こちらをメインに使ってブラウンのメイクにも仕上げることができます。で、もちろんね、この2つを一緒に合わせて使ってもいいんですけれども、今回は分かりやすくですね、こちらがピンクメイン、こちらをブラウンメインのメイクで作ってみました。で、とてもね、ルナソルらしい優しい発色で、非常にデイリーユースしやすいパレットかなと思いましたので、早速ですね、メイク方法をご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それでは早速メイクしていきます。もうアイメイク以外は完了している状態ですので、早速ですね、こちらのパレット使っていきます。こちら、まず装置をお見せしておこうと思います。右上の明るいピンクベージュみたいなお色、この色だけがすごいパールが入っていて、アイシャドウベースとしても使えるようなお色になっています。で、他の3色はノンラメパールのマットなカラーなんですが、このパレットの特徴として、どの色もかなり粒子が細かいです。今もうスウォッチ指でのせてるんですが、肌にもうピタッと密着してくれるような感触になっています。はい、4色こんな感じです。右上、左上、右下、左下です。こんな感じです。じゃあ、こちらを早速使っていこうと思うんですが、2パターンのメイクをしていきますので、こちらがブラウン系、こちらがピンク系で仕上げていこうと思います。それではこちらのピンクから作っていこうと思います。まずこちらのお色を取って、まぶた全体に塗っていくイメージなんですが、コツを BA さんに教えていただきました。中央にのせて、それから目頭、目尻の順番でつけていきます。で、これはなぜかというと、このまぶたの中央が一番キラキラするように、まず真ん中をのせて、目頭と目尻もこう中央に集めるイメージでのせていくんだそうです。するとね、ちょうどこの目の立体感に沿って、この一番飛び出ている中央が明るくなるようなメイクを作ることができます。中央にのせて、目頭から中央、目尻から中央。じゃあ、少し小さめのブラシに変えて、今度はピンク色ですね、こちらの色使います。これはアイホール全体にですね、重ねていくイメージです。で、この時もこのまぶたの中央が少し膨らむようなイメージで、目頭から細く、で、幅を広げて目尻に向かってまた幅を細くというイメージで乗せていきます。で、いつもの私のアイメイクだと、かなりこのメインのカラーを幅広めに入れるんですが、今回はルナソルの BA さんに教えていただいた通りのメイクでやっていこうと思いますので、いつもよりはね、だいぶ幅細めに入れています。ピンクのせるとこんな感じです。そしたら次ですね、アイライナーでまつげの隙間埋めていきます。これはもう本当にごくごく細いラインでいいと思います。ラインが引けたら次、締め色ですね。こちらのブラウンをのせていきます。先ほどのラインを完全に隠すイメージで上から重ねます。で、ルナソルのカウンターでは先にジェルっぽいアイライナーを仕込んでくださったんですけれども、まあ、それを仕込んでこの締め色をのせることで、よりね、この締め色が密着するということでした。で、下まぶたはですね、こちらを目頭側、上2色を混ぜたものを中央から目尻にのせていきます。なので、まず白い方を取って、中央ぐらいまでのせたら、このパレットの上で少し混ぜて、ティッシュで余分な粉を払ったら、中央あたりから目尻ですね、ピンクと混ぜたものをのせます。で、最後にマスカラをしていきます。まずビューラーでカールさせます。
今日使うのはこちらオペラマイラッシュアドバンストです。で、個人的にオフィススタイルにはボリュームタイプよりはカールをこうキープしてくれて綺麗にセパレートしてくれるような割とナチュラルな仕上がりのマスカラがいいかなと思います。なのでちょっとひと手間かけてコームでねダマを取っておきます。はい、いかがでしょうか。こんな感じでピンクのメイク完成です。それでは反対側ですね、ブラウンメイクやっていきます。で、こちらも同じくですね、こちらのねピンクベージュを中央にのせて両サイドから中央にパールを集めるイメージで重ねていきます。で、昔は私もハイライトカラーってこうやって最初にまぶた全体につけていて、で最近になってこれなんで眉下だけじゃなくて全体にのせてたんだろうと思ったら、ルナソルでねこのパレットの使い方を教えていただいた時にすごいこのやり方を思い出して、あ、そうだ、私デパコスってルナソルでデビューしたからルナソルの BA さんが教えてくださったやり方をずっと最初やってたんだなってなんか思い出して懐かしくなりました。で、こちらはメインカラーはこのブラウンを使います。これもちょっと赤みを感じるような可愛らしいココアっぽいようなブラウンなので、ブラウンでも温かみがあって可愛らしい雰囲気に仕上げることができます。これをアイホールにのせていきます。イメージとしては本当に二重幅にのせて、そこから少しずつですね幅を広げていくような感じです。アイラインはブラックではなくってこちらのモテライナーのブラウンブラックを使います。こちらはアイラインを細めのブラックを入れて、まぶたはピンクで可愛らしい印象なんですけれども、このまつげと黒目でこう黒をねパチッと主張して少し全体が締まるように仕上げたんですが、こちらはブラウンで少し目元にこう深みが出ますので、アイライナーはパキッとしすぎないように深めのブラウンにしてみました。そしたらこちらもですね、締め色はこちらのブラウンを使います。ラインに完全に重ねた後にさっきのメインのブラウンと境界をぼかすような感じでで、締め色の差なんですけれども、こちらはごくごく細く、本当に優しい印象の目元、細いラインと締め色で締めているんですが、こちらはもう少し太めに締め色を重ねています。やっぱりこのパレット自体は優しい感じなんですが、ピンクに比べるとどうしてもブラウンはちょっとこう大人っぽい深みのある仕上がりになるので、これでアイラインもブラックでしかも締め色もぐっと細くするとちょっときつい印象になるかなと思ったので、あえてね太めにぼかして入れてみました。じゃあ下まぶたやっていきます。こちらも同じで目頭をハイライトカラーで、ハイライトカラーにごく少しだけこちらのブラウンを混ぜて、一旦こうティッシュの上とかでですね粉をブレンドして中央から目尻にのせます。じゃあ最後マスカラいきます。ピューラーでカールさせて、先ほどと同じオペラのマスカラですね、これを根元から塗ります。これね、ブラシが太くないのでこの目頭とかですね、まつげが細くて短い部分も塗りやすいです。で、塗れたらコームで溶かします。はい、これでねこちらのブラウンのアイメイクも完成です。こうやって比べてみるとやっぱりこっちの方が少しメインカラーも広めに入れて締め色もしっかりと入れたので目元にポイントを置いたメイクっていう感じに仕上がっているかなと思います。で、こちらはピンクがね可愛らしい印象ではあるんですが、入れている幅がそんなに広くないのでオフィスでもマッチするかなと思います。この場合は、まあ、そんなに主張しすぎないので少しキラキラっとねごく細かいラメが入ったグロスだったりとかですね、リップメイクで遊んでみるのもいいんじゃないかなと思います。ピンクメイク、ブラウンメイク、正面から見るとこんな感じです。ブラウンの方がメインカラー少し幅を広めに入れて締め色も広めにぼかしているのでしっかりアイメイクをしたという仕上がりかなと思います。で、こちらの方はメインのピンク色をねごく幅も細めに入れたので普段のメイクに比べるとかなり可愛らしい印象に仕上がったかなと思います。ピンクっていうね春らしい色なのと可愛らしくてういういしい印象というのが新卒の方のオフィススタイルにもマッチするんじゃないでしょうか。
で今回はピンクとねハイライトカラーを完全に別々で使ったんですが、最初にちょっとパレットの上で混ぜて、もう少しふんわりと広めにですね広げてのせてやると、このピンクをもう少し柔らかく入れることもできます。なので職場の雰囲気などに合わせてアイメイクの濃さをね調整することも可能かなと思います。今回ねかなり久しぶりにルナソルのカウンターしたんですが、本当にもうパレットのもう種類がすごく豊富で、どれもオフィススタイルにマッチしやすそうなシアな発色だったりとか、肌なじみのいい色がたくさん揃っていました。で、まあ、すごく迷ったんですけれども、今回はね新しいシリーズで出ていたマカロンブローアイズからですね一色選んでいただいたんですけれども、今回ね使ってみて質感が今まで私が使ったことのあるルナソルのパレットともまた全然違っていて、ここまでねマットカラーがセットされたものってすごく珍しいと思います。まあ、さっきもねこのピンクと白を混ぜたりっていう使い方も言ったんですけれども、この4色でこの左右のメイクだけじゃなくて、もっともっとねいろんな組み合わせで使うことができて、かなりね使い勝手のいいパレットだなというふうに感じました。ですのでこの春からですね初めて、まあ、社会人になってメイクするっていう方でも、とりあえずこれが一つあると1週間の中でもバリエーション豊富なアイメイクに挑戦することができるんじゃないかなと思いました。というわけで今回はですねこれと全く同じマカロングローアイズ01番をですね1名様にプレゼントしたいと思います。イエーイ。でこれをねすでに購入してきていて、こんな感じでねスタンバイしています。で今まではメールフォームを貼ってですね、そちらの方にいろいろと書いて送信してプレゼント応募完了という感じだったんですが、前回のアンケートの結果ですね、他の SNS を活用されている方も多かったので、いろんなね SNS を今後ねプレゼント企画で活用していこうかなと思います。なので今回は初めてなんですけれども Twitter での応募にさせていただきたいと思います。応募はすごく簡単です。該当するツイートをですね下の概要に貼っておきますので、そちらからアクセスしていただいて、今回のアイメイクピンクとブラウンどちらが好きだったかを書いてフォロー&リツイートで応募完了です。すでにフォローしてくださっている方はリツイートだけで OK です。プレゼント企画に関する情報は合わせて概要の方に書いておきますので、よくよく読んで応募してください。もちろんねこの春から新社会人という方以外もですね、この春から気分を変えて新しいパレットでアイメイクしてみたいっていう方もぜひ応募お待ちしております。というわけで今回はルナソルのパレットを使って2パターンのオフィスメイクに挑戦してみました。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかです。